い、どうもウルトラマンです。今日も動画が始まりました。前回もご出演いただいた2人に来ていただいてます。Y さんと K さんです。よろしくお願いします。今日は自重トレーニングのおすすめ3点というのをちょっとご紹介したいと思います。自重トレーニングの代表格というとプッシュアップと、それから腹筋はいろんな種類がありますけど、それからローワー系で、まあ、足ですけど、スクワット、3つあるんです。あって僕の動画でも以前この3つの使ったトレーニングはご紹介したものがあります。まあ、もしよければそれで見てください。この代表格の3つなんですけども、プッシュアップ苦手な方が多いと思います。特に女性だとプッシュアップ練習してもなかなかできないっていう方が結構多いと思うんですね。でこれをスケールする場合はニープッシュアップといって膝をついた状態でこれで練習するんですけど、これでできるようになるんですけど、やってるうちにこのニープッシュアップとかでも飽きてくるんですよ。どうしてもつまらなくなってきて、今日はバリエーションピンドゥプッシュアップというのをご紹介したいと思います。ピンドゥプッシュアップのポイントはナロー状態になって足を開きます。でなぜ開くかというと、開いた状態から体がこう床を沿うような形で上がります。でまたお尻を戻して後ろに戻って、そしてまた潜って、この繰り返しですね。ヒンズー教のお祈りみたいなやつです、僕よく知らないんですけど勝手なこと言って怒られるかもしれないですけど、でこれも十分に二の腕を鍛えることができます。ただまあ反動も少し使っているので通常のプッシュアップよりは楽です。でどうやってやるかというと、また幅ぐらいで足を開きます。開いた状態からこの体を少し奥にする、ペットした状態からそういうようにして上がって後ろに後ろで、ここで1回ですね。2回3回4回5回っていう感じです。この時に足なんですけどベタッとくっついてなくてもいいです。つま先ちょっと上がってるんです。この方が逆にやりやすいと思うので、プッシュアップにちょっと飽きたなっていう方は、こういうバリエーションもちょっとやってみるといいかなと思います。というので、ちょっと計算してみてください。足開いて、手の状態で、で、頭を少し下げて、お尻の方に少し戻して、そうです、そこがスタートポジションです。そこから、そうですか。そうです、そうです。あんまり脇をこう開いちゃうと、二の腕に来て疲れちゃうので、疲れないようにするために少しナローの状態のままこうですね、狭い、そうですね、狭い、その方が疲れにくい。あ、そうですね、そうですね。マットは床についちゃっていいんですか？つけた方がきつくなります。あ、そうなんですね。あんまり深くなくてもいいです。最初は深くすればするほどきつくなります。ここでやっぱこの状態でこの手でこうなっちゃう、こう来て、こう来たら、こうなっちゃう、こう来たら上がっちゃう、こう来て、こうなっちゃう、こう来て、こう来たら上がっちゃう、反動したら上がっちゃう、見てます、体が分かんない、僕のやつ、僕の自助施設、全然大丈夫、これがヒップシャープですね。次ですね、フォア系2種類あります、T2KB っていうのと V アップスっていうのと。クロスフィットの動きの中でトーズトゥバーってなんですね。これの練習っていう形で寝た状態でできる練習方法の一つなんですね。懸垂バーにぶら下げてやるとどうしても重力に耐えながらやらなきゃいけないのできつくなるんですけど、まあ、寝た状態でつま先を当てにいく感覚を先に覚えるっていう意味で、まあ、腹筋も使うので腹筋トレーニングもなる。これがですねご自宅にあると一番いいんですね。このくらいの高さとこのバーのもしくは高さの突起があればこれを使いましょう。でない場合で一つ方法はですね、もし誰か、まあ、お子さんでもパートナーの方でも誰でもいいです。ここに立っててもらってください。で足掴んで寝た状態で足を掴んだ状態でこれに当てるっていう作業をすると当てられるようになるんです。
回やってみるんですよ。で、足ちょっと出せますね。この状態からこうにつけるんです。これ、常に腹筋をずっと使い続けてトレーニングなんですけど、床に足はつかないです。足をずっとこう足まで意識が入っている状態でキープして腹筋を使って上げていきます。で、ここは体をキープしておくためにここを握っておいて、当てるときに目線は必ずここを見るようにします。これ見てないと全然違うところに当たります。後ろまで行っちゃった。ここに当てに行くためには目線をここに向けないと最後当たらないです。これを連動させる。これはですね、お二人にそれぞれやっていただきたいなと思ってます。4回か6回やってみます。ベリーとか。慣れてない方はですね、最初当てに行くの難しいと思うので、まあ、当てに行く気持ちでのところでも全然十分です。だいぶ上まで行っちゃいます。だいぶ上まで行きますね。近いんだ。近いです。近いです。近い。もう一回行きます。一般の方はですね、こんなに柔らかくないです、まあ、これは特別だと思ってください。で、次ですね、V アップスもう1個やります。これさっきの TQKB 苦手だっていう方はこの V アップスに変えていただくっていう形でちょっとこの V アップスを利用しました。こう仰向けに寝ます。で、この状態、フォローっていう状態を使うんですけど、指先をつま先に当てに行きます。こうですね。ここに今10回出したけど、これもきつい方がいらっしゃるので、もう一個スケール紹介します。バックアップとヒールホールド。こう、この状態で、こう、掴みに来てですね。こういうやつです。この V アップスもちょっと難しいよっていう方はですね、今のタッカップとヒールホールド、最後にこのシューズをホールドするのが一番いいんですけど、ここまで手届かないって方は、この辺に立つというのを目指して、ちょっとやっていきます。これを片足でやるのがピストルスクワット、こういうのなんですけど、
非常に難しいスクワットなんですけど、片足に全ての体重を乗せて片方を伸ばして、ピストルの形に似てるのでピストルスクワットと言います。下げて上げてっていうのを繰り返します。今日はですねフラットベンチを使います。シーテッドなのでここに座れば OK です。座って上げる、座って上げるのを繰り返します。なるべくこの位置に足をセットしてそのまま後ろに座ります。座りました。でここから立ち上がります。で立ち上がったときにこっちの足は、つかないようにします。でもう一回する。少しこっち側体重がこうかける側の方にバランスを寄せるという方がやりやすくなります。で立ち上がって、で立ち上がって、4回やりましたけど、だから4回連続目指してやりましょう。やれるようにする。これバランスと足と両方のトレーニングがありますのでやってみるといいと思います。これは前さん。足つかなければどんなにグラグラしても OK。あ、そうです。どんなにグラグラしても OK です。耐えれば。耐えれば。頑張って頑張って耐える。片足になってから始める。そうです。片足になってからなるべく椅子の方に足を。そうです。後ろに座る。逆足を4回。あ、全然できますね。4回ぐらいだったらできますか。すごい辛い。辛い。すごい辛い。なんか4回動かしちゃいけないと思うから、ね、この8月の頭にクロスフィットゲームズっていうあのアメリカの本大会でこのピストルスクワットって出たんですけど、本大会に出場している女性の方でもできてない人いました。なので、まあ、これ今使ってますけどそのくらい難しいですね。で特にいろんなものが連続してるのがこれが出てくるとバランス整えたりとか息を整えながらやるっていうのを含めて1本だけに使うっていうのはかなりきついトレーニングなんですけど、ピストルを使ってやるには全然大丈夫なので、もう4回やるだけでも結構いいトレーニングなので、ぜひやってみてください。今日は自重トレーニングのおすすめ3点ご紹介しましたので、これが参考になったという方はチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。